サッカー日本代表の宇佐美貴史選手が、今日29日に放送されるフジテレビ系、バラエティ番組、ジャンクスポーツ、毎週日曜19時チルダ、に登場。ロシアワールドカップの裏話を語る。前列左から、濱田正俊、宇佐美貴史選手、後列左から、武井壮、日村翔吾選手イコールフジテレビ提供賛否両論が巻き起こったポーランド戦について、長谷部誠選手が試合途中から入り、イエローカードをもらうなとジェスチャーで選手を統率し、全員が理解していたと報道されていたことに対し、宇佐美選手は、実際にはそこまで理解していなかったと告白。試合後には、日本代表の雰囲気が暗かったため、移動の飛行機の中で本田圭佑選手があることをしてチームを盛り上げたという。さらに、試合翌日のミーティングで西野晃監督が謝罪する中、長谷部選手のある発言によってベルギー戦へ向けてチームが一致団結した話など、宇佐美選手ならではのぶっちゃけトークが炸裂する。また、牧野智章選手にまつわる秘話も公開。ベルギー戦当日の朝、ストレスで牧野選手の体の一部に起きた衝撃の事態に、スタジオ一同が驚愕する。さらに、本田選手に、お前何しに来たんや、と言われた牧野選手の意外な役割など、ワールドカップの裏側に MC、濱田正俊が迫る。他にも、番組初となる e スポーツから、世界初のプロ格闘ゲーマー夫婦の桃地選手とチョコブランカ選手が登場。宇佐美選手が、日本人女性初のプロ格闘ゲーマーであるチョコブランカ選手と e スポーツで対戦することになり、宇佐美選手は、勝負の世界で生きてますから。敗北の味を教えてあげよう、と意気込みたっぷりで挑む。そこへ、ボクシングの井上尚弥選手がセコンドにつくという、ジャンクスポーツ、ならではの共演が展開される。井上選手は、3階級制覇を達成した強すぎるがゆえの世界レベルの悩みを告白。また、プロ野球からクリケットに転向した木村翔吾選手は、世界24カ国以上にプロリーグがあり、世界競技人口は3億人超えと言われる海外での絶大なクリケット人気について解説する。C、フジテレビ、本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。